ははいどうも皆さんこんこにちはえっ、ー、とねまあその3月にその YouTube とかポッドキャストとかをおお休みしてましてでまあそれがねその義理の父が亡くなって、えー、結構ねその気持ちの整理であったりとかさまざまな あのー、手続きであったりとかで妻が忙しかったりとかまあそんなことでですねバタバタしてたのがありまして、えー、3月っていうのはそんな感じで、えー、過ごしてってで1ヶ月ぐらいはね本とかも読んでなかったんですよね一冊も読まなかったのかなとあの借りた本を図書館で借りた本を読まずに期限が過ぎては返しみたいなのを結構やってた時期があり。 えなんかこう何にもねこう興味が持てないみたいな時期があったんですよ。それでえなんかねその時期にそのかといってこうさなんかその時をさやり過ごさないといけないみたいなのもあるじゃないですか。そのうつとは全然違うんだけどえっとそれでもなんかぼーっとしちゃって。 でなんかふと気づくとその義理の父のこと考えては「あなんかあの時ねなんか違う病院を紹介してたらな」とか「薬とかもねなんかもうちょっと自分でも調べてセカンドオピニオンなんかいろいろ考えてさなんか止まらなくなっちゃうから。 なんかあとまあそのもっとも三3年前ぐらいからねこうもっと気づいててとかなんかいろいろ考えますよねだからねうん。でなんかまあそういうのもねあれだなと思って。 でかといって何にも興味が持てないしなんかね最初はこうテレビゲームとかでもしようかなと思ったんだけどなんかそれもなんかね結構ねゲームってね一回はまっちゃったらもう楽というかそれが自動運転モードになるんだけどそのねハマるまでのねルールを覚えたりとかね操作法を覚えたりとかっていうのが一個認知的負荷になるからなんかそこも超えれなくて。 でねああそうだっていうのがあってであとねテレビとかもね結構僕はね疲れるんですよねで、あのーまあ普段テレビぜぜのザッピングみたいなことは絶対しないんだけどつまらないから撮ってる番組っていうのはいくつかあって録画ね「で水曜日のダウンタウン」とか、えー「探偵ナイトスクープ」とか「あちこち踊り」とか。 あーそれぐらいかなあそんなもんかなで言ってもなんか貯めたけど見,な見ずに消すみたいなのも多くてなんかそういうのに行ってもいいかもしれないんだけどなんかテレビのね新しいやつっていうか今先週やってたテレビとか見るのって結構疲れるんですよなんか今世の中ってこうなってるんだみたいなのになんか感情が消耗するんですよね で、どうしようかなとかね。で、映画はちょっと結構見たかな。だから映画は結構良かったんですよ。いい映画にも出会えてね。で,でも、その、でも映画毎日もそ、それはそれで、なかなかの、映画ってね、結構、ちゃんと見ないといけないみたいな感じがするから、そうだなと思ってたときに、あ、そうだっつって思い出したのが、 あのー、練馬グレッシャペルにえっ、ー、とね4年前ぐらいからですね来ているね方がいらっしゃって、えー、その方はその大阪からこっちあの東京に転勤になったきっかけで,でその練馬区に住むってことになって、えー、それで、えー ネットで検索練馬区スペースキリスト教会みたいな検索したら練馬グレイシャペルが出てきてでなんか一番良さそうだったみたいなので来てくださってでその時ちょうどなんか新街道がねたった時期、ね、タイミングでもあったからでねそのね、えー、方ご,ご夫妻で、まあ、子供さんはいらっしゃるんだけどもねあの大きくなってらっしゃるというか今大阪で結婚してたりとか、まあ、そんなその50代。 50代後半とかでいいのかな多分ね。うん、でその方と割とその帰る方向が同じだったりするからその電車でこうさなんか話したりするようになってね。で何て言うのかな、まあ、僕その、まあ、前も一回話したことあるけど。 な本当はまあねあのしゅんく君んとかね陣内さんとか呼んでいただこうかなんか親しみがあって嬉しいなともあ,あるんだけど、ね、陣内先生と呼んでくださるね方もいてそれそれもすごいわかるんですよ。でそれはその僕が年下の人から何かを学ぼうとするとねやっぱこうなんか先生ってつけっといた方がそのスイッチが入るっていうのもあるからねだからあのはい。 あえてその先生と呼んでくださるのをそのままにしている <laughs> えっとそうそうそうだからなんかパーソナルトレーニングでさ20代の人に60代ぐらいのおばさんとかがさその習ってるのとか僕ジムでよく見たんだけどやっぱ先生と呼んでんだよねなんかその感覚だろうなと思ってで陣内先生みたいな あのー、いろいろね最初は m 1の話とかしてたんだけどその方だからその関西に住んでたからいろいろこうね話がなんかこの東京に住んんでででででいいるる人ではきできない話とかできるんですよねで僕もその大阪に住んだことはないにしても割とその友達がいたりとか定期的に行ってるし大阪っていう街が結構好きだったりするからその。 「感情線とかってこうですよねとかね「あの新世界」とか面白いですよねとかなんかそんな話とかしててでその大阪のテレビ番組とかの話にもなって「でヤンタンとか知ってますかみたいなでこ僕はことないんですけどか向こうの「オールナイトニッポン」みたいな感じですよねとか,なんかそんな話したりとかで結構ねお笑いほんと詳しいから。 いいろろで中でも一番あの話が盛り上がるのがやっぱ探偵ナイトスクープなんですよで僕はもう「探偵ナイトスクープ」は結構ずっと好きで岡山にいた時はどうだったか忘れたけど結構ねなんかね社会人になってからは特にねいろいろ愛知県ではねなんか見れたんですよね深夜とかにやってて。ででもも関西に住んでる人はもう 何曜だったか忘れたけど11時ぐらいからやっててもうなんかお化け番組だよねだから毎週今このね視聴率取れないと言われる時代に十何パーセントとかで取る全盛期は二十何パーセントまあその関西の人の位置風景じゃないですか吉本新喜劇と並んでねでその探偵アンススクープとかあの見てますみたいなでこっちでそのねあの東京に生活して で『探偵ナイトスクープうー』見てる人に出会うことってほとんどないんですよね。でじゃあ見てますよっていう人って大抵関西に住んでたことある人だったりするんですよね。で聞いてみたらもうめちゃくちゃ見てますわみたいになってで今もテ TVer でその先週のやつを毎回見てるみたいな話になってでなんかあのねあの澤部さんと橋本さんとあと誰だっけね1人その3人探偵が。 交代、ね、になる誰になるんですかねみたいな話とかしててでなんか「最近だとあの依頼めちゃくちゃ面白くなかったっすか?」みたいな,なんかそういうのを、えー、と電車で話す間柄になりでその方があのねえー、っと「陣内先生いいのあるんですよ」っつってでなんかこうちょっとその麻薬をねあの密売するような雰囲気でちょっとこれあのあよかった。 見てくださいいみたいな <laughs> ででそれがそのいわゆるこう何ていうの,あのまあ昔っていうかもう今はもうさえっねっブルートゥースだけど昔そのカーナビとかに CD 入れる時代にさその CD を50枚ぐらいさ入れるさ何ていうの本みたいな形の蛇腹になってその1ページ1ページに CD を裏表に入れれる感じって分かりますかね、うん、でそういうの車にねよくあった。 で、それだったんですよ。で、それが、その、探偵ナイトスクープの、その、DVD の全集っていうか、その、ボリューム1からボリューム14、5まであったかな、15枚ぐらい。うん、で、この過去のもう、本当に厳選された名作戦なんで、あの、よかったら、つって。で、あ、時間ある時見ますね、みたいな。 で、それが、もう半年ぐらい、1年ぐらいも経つかもしれない <laughs> ぐらい前で、で、毎回会う時に、あれまだ見れてないけど、いいですかね、借りてて、もういつまででもいいですよ、みたいな言ってくださってて。で、ああ、そうだ、あれがあるなと思って。で、見始めて。で、あした、もう面白くてね。 でもやっぱりそのこれね聞いてらっしゃる方で「探偵ナイトスクープ」多少なりともご存知の方ならいやそれはそうだなと思うんだけど第第1ボリューム1の第1回爆発卵ですよはいもうねだからあれ「探偵ナイトスクープ」をそのねこう世に出した名作中の名作と言われる。 爆発卵っていうですね有名な、ね、依頼があって僕も実は探偵ナイトスクープは爆発卵で知ったんですよなんかね弟かながちょっとあの瞬間これ見てみたいなのでなんか大学生の時だったかななんか忘れたけどそれが録画してあったのなのか VHS なのか DVD なのか YouTube なのかもう全然何にも覚えてないんだけど とにかく弟が爆発卵を見せてくれてでそっからも僕はもうねナイトスクープにはまっていくんだけどやっぱその爆発卵ってほんと面白いんですよ小田探偵の。 でまあ、そっからボリューム1の1もうそれでやっぱ改めて何回目か忘れたけどもうやっぱ改めておもろいなっつってでやっぱその厳選されてるだけあってなんかどの依頼どの依頼もなんか本当に面白くてでやっぱこの「パラダイス」っていうシリーズとかももう最高なんですよね小枝探偵のね、うんはあ「これは何ですのん」っていうくだりとかねこの門をくぐって ってうんですよそれでとこれは何ですのんって言うんですよ, <laughs> そ,でですのですよそのあの声、ー、出探偵がねでもあれってなんか究極のノリツッコミっていうかなんかすげえあやっ,やっぱそのパラダイス最高だなでやっぱその出てくる素人さん素人さん本当にやっぱりこう 何かななが強いいっていうかさなんかさんこの令和の時代の素人さんって、まあ、素人さんでもなんか僕,僕自身が素人さん業界人じゃないからこういう言い方嫌なんだけどでもその令和の時代の,その視聴者がテレビに出る人みたいなことで言うとそういう方ってもう結構もうスタイリッシュっていうか洗練されてるっていうかなんかこう整ってるじゃないですか。これがねだからナイトスクープって だから9 0年代89年88年ぐらいが一番古くてで結構その厳選されててで90年代前半の依頼もあればえっとね0年代も結構ありますね。 だから西田探偵の中期ぐらいまでで上岡あに西田た、えー、局長ねの中期ぐらいまでかなで上岡局長と半々ぐらいなんですけどでその上岡局長の時代とかで言えば、まあ、平成初期とかになると思うんだけどでもやっぱね素人さんがなんつうのかな本当にこうその無農薬のなんかこう野生味のある。 野菜みたいなな感じなんですよね今のこう令和の素人さんがスーパーに並んでる形の整った人参であるとするならもう土がもうめちゃくちゃついたもうあの二股に分かれたなんかちょっとセクシーな人参みたいななんかああいうのあるじゃないですかなんか,なんかあんな感じなんですよねもう何にも整ってこんな人テレビに映して放送していいのみたいな人とかが出て。 いいやー面白いとで,でまあねそれをこう見ててなんかいろいろいいんですよねそれがねなんかねほんと最高にこうなんかね「チルチルでもあるんですよそれがなんかその昭和じゃないんだよなあれだから。 平成なんですよね90年代前半とか80年代後半でもさその出てくる人とかもさなんかこうちょっとサイドバックみたいな髪型とかそのちょっと前髪がこうケープで固めてる女性とか、えー、あとなんだそのなんかジャケットか の肩パッと入ってる感じとかうわこのファッションそうだよななんつってでなんか男性とかもなんかケミカルウォッシュのジーンズにめちゃくちゃダボっとした T シャツをタックインしてるみたいななんかああそういう人いたわそういえばみたいなさなんかすごいファッションとかもすごい懐かしければあとその街並みとかもさあそう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 とそ改札とかにそのえー、何その駅員さんが。 だからスイカじゃないんですよパチ,パチ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 その切符を切る駅員さんが立ってるうわすげえ映像だなとかえー、あとはもう当然その電話とかもさあの公衆電話からかけてたりとかでなんか、あのー、もうその頃だからななんだろうそのテレビ局だからできるみたいな形でその探偵がえっ、ー、と ロケ車から依頼者に電話をかけたみたいなその電話とかもなんかもうでかさが何あれカステラぐらいあるっていうかさでうわなんかいろんなことが本当に懐かしいあいやこういうのあったなそういえばみたいな感じとかあのすごい街並みのそのなんかね懐かしさとかもちょっとタイムスリップ感があって何かすごいね 安心するっていうかなんかこう本当に新しい刺激に心がこうガサつくところをこういうなんか昔の映像を見るっていうのはすごくなんか心を落ち着かせてくれるんだなとなんかある一種の幼児対抗だったのかもしれないんだけど でそれを見てて、えー、気づいたことがあってでそれがねその95年ぐらいのいやもっと前かな、うん、923年だったかもんかその依頼で見てたらそれがなんかね定食屋とかがメインの依頼じゃないんだけど定食屋が映ったんですよでそのなんかメニューがさ壁に貼ってあるじゃないですかでそしたらそのとんかつ定食850円とかなんですよ で本当にだからいろんなものが全部変わってるわけだからその例えば、えっと、自販機で買ったね缶とかもさあのプルタブがさその離れるやつって分かりますでこれはもうある年齢以降の人はそれ見たことないっていう人も多いと思うんだけどその今ねプルタブ。 カチってやって起こすじゃないですかそれで残るじゃないですかだけどそのゴミが出る感じっていうかね、それが離れてなんていうのこう雫みたいな形になってでなんかそれを指輪とか遊んでたななんていうことを思い出すでそういう しかもあれ多分アルミじゃなくて鉄管みたいなさだから重かったんですよね昔の UCC のコーヒーのあれとかねでなんかそのそういうのとかもめちゃくちゃ思い出して懐かしいなと思う中え本日の定食850円だからこの値段だけが 何も変わっっててないっていうでそう考えるとね日本って30年ものの値段が変わってないんだなって思ってちょっとそこが結構一番来たんですよね。<laughs> なんかいやそれは何だろうな,なんかすごいことじゃないその でもう30年巻き戻してさそれが1993年だと仮にしましょうよ。で今2023年30年で1963年じゃないですかそっから30年巻き戻すと。で1963年ってオールウェイズ三丁目の夕日が1964年とかだから東京オリンピックの年ね。だから そのあの時ってさ「ウォールウェイズとか見たらわかるけどなんかその豆腐2円とかさなんかあるじゃないですかなんか何千みたいなのがあったかどうかわかんないけど本当になんかはいチョコ5円ねとかってやってるじゃないですかねだからその会社員の初任給が2万円みたいな話聞くじゃないですかなんかね50年で60年でそっから <laughs> 93年まで一気に物価がね10倍ぐらい高くなってのそっから 2023年まで時が止まってたっていうか日本の経済っていやこれって何かよくさその経済学者とかのね本とかねそういうコメンテーターとかでがね日本のデフレがすごいっていうのをみんな言ってたけどなんか改めて映像でその定食850円を見て日本やっぱ異常だなと思ってでそう考えた時にそりゃ貯蓄するわなと思ったんですよね だからなんでかっていうと物の値段が今年より来年の方が1割とか高くなるまあ1割はやりすぎなんだけど例えばでも5年後だとそれぐらい高くなるって考えたら今買っといた方が得じゃないですかでもそれが一切変わらないとなるとましてや下がるとなると貯めといた方が得なんですすよよ後にに買買えば買うほど得になるんですよでも物の値段が緩やかに上がれば今買う方が明日買うよりも得ってことが 起こってくるんですよでねでこれまあ経済学のイロハみたいな話なんだけどだからその貯蓄するのはもう至極経済合理的な行動だったんだなっていうのが、まあ、田内学さんのねあの本とかにも書かれてたけどいやなんかそれが一番なんかね僕はナイトスクープの、えー、と映像を見て、えー、結構グッときた話です。 ということでなんか20分もフリートークしちゃったんだけど、えー、と今日はですね「聖書研究は祭司エホ,ヤとエホヤダとボンヘッファー」っていうタイトルです。えー、第二歴代史の23の21というところで。 えー、一般の人々は皆喜びこの町は平穏であった彼らはアタルヤを剣にかけて殺したからであるというですねまあ穏やかではない話なんだけどこれねアタルヤっていうのが誰かっていうのがすごい重要でねそれはイゼベルだからアハブとイゼベルというもうイスラエルの歴史の中で最悪の、ね、王とその妻がいるんですよでこのイゼベルの娘ね、えー ででえっとそうですね、うん、イゼベルの娘の、えー、アタルヤという人がいるんですよ。でね、えっとこの、えー、アタルヤという、まあ,だからある種ね、ねこの人ね魔女みたいな人で人をどんどんコントロールしては偶像る崇拝になびかせていくというそういう力の持ち主なんですよね。それでこの人の人 であるイスラエル王が亡くなった時にえっ、ー、と王族を粛清して自分が実権を握っていくようになるんですよだからなんか中国の西太豪とかがそういうことをしましたよね歴史で言うとね。でえっ、ー、とその7年目に妻子、えー、エホヤダによる暗殺計画とクーデターが起こりアタリアは死んだんですよ。 ね、でこの話って、ちょっとね、このね、歴代に大代二23章とか22章のあたりって、ちょっとなんかそのサスペン,サス,ペンス映画、なんかこう、スパイものの映画を読んでいるような、ちょっとスリルがある箇所なんですけど、で、この話読んでると、ちょっとそのナチス政権の時のボンヘッファーっていう牧師の話を思い出すんですね。で、まあ、知らない方のために言うと、このボンヘッファーっていう人は、あの告白協会という動きに参加した牧師なんですよ。でその そのあのルター派の名だたる神学者とか教会のリーダーがナチズムをを擁護すするような発言をしていくんですねだからルタ教,教会が、えっと、ナチスに利用されるというか、まあ、利用し合うというか、まあ、そういう関係になっていくんですよ。でそれに対してやっぱキリスト教徒というのはこういう状況になって、えー、ナチスが、まあ、当時はユダヤ人の、ね、殺害っていうのは知られてなかったんだけどでも共産主義者をね投獄したりとか。 えー、あるいは、えー、と障害者を殺す施設を作ったりとかそういうことは知られてたわけであとはその民主的ではない独裁者っていうのはまあ 当時の人人でもやっっぱり分かる人は分かるはたで。そう考えるとそういうリーダーにやっぱ教会が尻尾を振ってついていくっていうのはいかがなもんかっていう形でちょっと秘密組織のような形で告白教会という動きが出てくるんですよね。でそのリーダーの一人がディートリ・ヒ・ボンヘッファーという牧師なんですよ。でこの人は39歳だったかな。で、えっと、獄中で死んでますヒトラーに捕まえられて。 でえっと彼が何で捕まったかというと暗殺計画ヒトラー暗殺計画というものを立てたからなんですよで成功の一歩手前でヒトラーに殺害されたんですねだからそのこのここで出てくるアタルヤを殺した妻子エホヤだっていう人とボンヘッファーって同じことをしようとしたんです危険で凶悪な、えー、指導者 に民が苦しんでいるとでその民を救うためにその驚愕な指導者にまあ暴力的な手段に訴えてでもこの人を失脚させるという企てをしたそして最終方やだわす 成功ししディートリヒボンヘファは失敗したそういうい形なんですねだからすごい結果は違うんだけど彼らの主にある使命感と行動は非常に似通ってると思われるんですよだからディートリ・ヒボンヘッファって現代の妻子アたりアみたいな人なんだなということがわかるわけね。でまあその悪い為政者を殺害するっていう行為がねじゃあ今の時代には 正当化できるのかどうかっていうのはあるいはそのキリスト教信仰とかキリスト教倫理とその指導者が悪いからといって殺害するという手段に出ることがね、うん、えっと料理ねそれが。 うん果たして引き合うのかどうかっていうか、えーっと、正当化できるのかっていうのは非常に哲学的な問題で、えー、答えが出ないっていうかなかなか断言するのは難しい。殺してもいいよとも言えないし殺すのはダメだとも言えないというか状況によるんだろうなっていう感じはします。でもね今例えば北朝鮮の現政権を暴力によって内部から崩壊させようとしているキリスト教の信仰者が仮にいたとして、それを一概にそれは殺人だから金正恩だって があるんだっていう、そういう話だけでは、なんていうの、その当事者ではない。我々には少なくとも言えないわけですよね。で、北朝鮮の民衆の方々が本当にね、飢えて。 え木の皮を食ってねえ骨と皮だけになりながらねえひもじい思いをされてるみたいな話をもう聞くとねえその状況を分かってない我々が一概にそんなクーデーターは今の時代なしでしょうっていうのはなんか何もかも間違ってるっていうか <laughs> ね意見を言える立場に。 その民主主義が守られ曲がりなりにも守られている国の人が言うことではないと思うんですよ。でねこのエホヤだという人は命を懸けてこの暗殺計画を成功に導いたわけです。でもし失敗すればディートリ・ヒボンヘッファーのように自分が死ぬだけじゃなくて死亡した仲間全員。 そしして一家残殺かもしれないですよで実行部隊のレビィビと全員が、えー、処刑されていたに違いないんですよアタリアという人のねやってきたことを考えると。で近年だとトルコのエルドアン大統領って相当強権的な人で,でここでトルコでクーデター起きたじゃないですか。 であれは2016か7かな、えーっと。それが失敗した時にエルドアンは、えー、っと1000人以上公務員を処刑してるんですよね。だからそういうことって今な何て言うのその20世紀の話でしょうとか旧約聖書の話でしょうとかじゃなくて今も起きてる話なんですよこれね。まああのインドのモディ政権とかもそうだけど。でねあの、まあ、人ってね。 まあ、だからなるべくならばこのようなことに巻き込まれたくはないけれど会会社や教会など人が集ままる組織にはは悪いいリーダーダのの問題とうう必ずつきまとうわけですよで一般社会には暗殺というような物騒なことは起こらないにしてもその悪いリーダーを除去するために総会とか役員会とか取締役会とか株主総会などで民主的なクルーターが起こるというのは今の日本でも日々私たちが目にしていることじゃないですか。 ね、で人って愚かだから間違った人が間違った地位につくってことは起こり得るんですよ。 ね、そんな地位についちゃいけない良識のない人が高い地位についちゃうってこともあるので今のやっぱ社会の構造としてなんかクズほど上に行くみたいなこともあるからすごく難しい問題があるんですよそこにはねでもそのような状況に置かれた時にどのような行動をとるのかっていうのは本当に各自が問われてると思うんですねで簡単な答えなんてないですで定式化することもできないですだけどそのような時知恵を与えてくださいと神様どうしたらいいか教えてくださいと祈ることはできるじゃないですか ね、たまたま就職したところのトップがとんでもない不正を、ね、していることを知ってしまったりとか、えー、そこに所属する人全員が不幸になるようなマネジメントとかオペレーションをしてるときじゃあどうすればいいのか、ね、単純な問題ではありません。だけどエホヤダも本当に知恵を与えててくださいって祈っ祈たと思うんですよでその時にやっぱりこの2番ーーの祈りっていうのはすごく重要な、ねえー、と指針になるかと思うんですね。それれがこれなんですよ変えられ 変えることを変える勇気変えられないことを受け入れる平穏そしてその両者を見分ける知恵を与えてくださいっていう、まあ、有名なね祈りがあるけどまさにそういうことだと思うんですよね。でもちろんその民主的な方法でね現状をよくできるならそれが一番いいんですよ。なんか役員ね教会だったら役員を入れ替えるとかそれはしっかりとねあの主張すべきことは主張して。 で皆さんを説得しながら、えー、このねちょっとこの一人の役員の独裁体制になってるっていう状況であるならばその人が次は役員を続けられないように民主、えー、しもうそのためにあるんですからねそう書いてねそれは何にも間違ったことじゃないからでそれが一番温当なんだけどそれでもなかなかできないっていう時にじゃあどういう指針を得るかというと「エホヤダも多分祈った。 ベンンヘッファーもやっっぱり祈ったと思うで、そういうふうに我々はその個別になね状況によって答えっていうのは毎回違うとは思うけれどでもこの問題っていうのは普遍的な問題なのでエホヤだからやベン・ボンヘッファから学べることはすごく多いんじゃないかなというふうに、えー、僕は思います。ということで祭司エホヤダととンヘッファーというタイトルでお送りしましまた。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。